はい、皆さんこんにちは、ラバーディストシンです。今日横浜ね、もうすごく雨降ってます。もう靴もびちょびちょだし、今ちょっと外出てきたんですけど、もう上着もびちょびちょになっちゃったんで、もう最近トレーナーではあんまりやってないんですけど、トレーナーでやらせてくださいで、今日のレッスンは、N フラワーデザインインターナショナルのウェブ会員さんのレッスンを兼ねて行います。テーマはですね、ナチュラルリース作りです。まあ、せっかくね、こう12月ですから、リースを作ってお家に飾ってみるのもいいんじゃないかなと思ってレッスンを兼ねてやってみました。また12月5日にはね、氷川丸大リース展の中で、ナチュラルリース作り体験、まあ、レッスンっていうのをやります。それもまあこれと似たようなリースを作りますので、ぜひね、リアル講習受けたい方はそちらの方にいらっしゃってください。お問い合わせは、お問い合わせ、受付はこちらです。まあ、この動画は最後にまたやりますでは早速いってみましょう。どうぞ。まずはですね、こういう軍手をしましょう。まあ、軍手、僕セブンイレブンのこのライトグリップ、ちょっとこれが好きなんですけど、こういう軍手をしてやります。でベトベトになりますから、絶対こういう風にしてやってください。ではいきます。あとね、リースは割と散らかります。なのでゴミ箱とか下の養生をきちんとしてから始めましょう。はい、そしたらまず最初にこういうね、まあ何でもいいんですけど、棒にこう針金ありますよね。よくホームセンター行くと針金売ってるんですけど、ちょっとこう柔らかい針金、まあ何番っていうあれは、何番なんだろう、あれはないんですけど、あんまり硬いとやりにくいんで、少し柔らかいぐらいの針金をこのようにまず木に巻きます。そしてここから始めます。じゃないとこれすごくやりにくいんで、これはちゃんとやっておいてください。このぐらい巻いておけば十分です。そしたらまず最初にこの、まあ何でもいいんです、これも実は何でもいいが多いんですけど、今回サンゴミズキを使って芯を作っていきます。この芯の部分は結局見えなくなっちゃうんで、もったいないんでね、何でもいいです本当に。でこの芯の大きさによってリースの大きさが決まってくるんで、ここのリースの大きさだけはきちんと決めていきましょう。で、まあ、リースの大きさを決めたら、先ほどのこのワイヤーで、まあ、2箇所ぐらいね、留めましょう。はい、このようなリングがね、出来上がりました。これが土台となります。はい、そしたらこのリングにですね、この氷室杉を巻いていくんですけれども、まあ、これこうやってちょっと枝分かれしてるのがあったら、この枝は全部こう切って、で分けておきましょう。はい、そしたらこのリングを持ちますね。そして氷室杉をこのリングにこういうふうに、このリングを中央に持って、氷室杉をこういうふうに、わかりますかね、真ん中、この氷室杉はこのサンゴ水着が真ん中で、まあサンゴじゃなくてもいいんですけど、氷室杉はこう左右に来るように、周りに来るようにしますね。まあ、手巻き寿司状態と思えばいいんじゃないですかねはい、このように氷室杉を持ったら、このワイヤーを少しこう伸ばして、ここで氷室の杉の上をまず1回転ぐるっと巻きますね。もう1回ぐらい、2回転ぐらい最初は巻いておきましょう。そしたらもうこう止まってますから、今度はこの前の部分ですね、前の部分にこうワイヤーをぐるっとこう回していきますね。
前に進めていく感じです。そしたら今度ここのところにまたこの氷室杉を足します。あんまり長いとこうぐるっと回った時にやりにくくなるので、まあまあでもこれは今巻いたらここまでしか来ないから、まあ、このまま1本持っておきましょう。そしたらこれにこう短いのを足していきます。足してさっきと同じ手巻き寿司状態にします。で手巻き寿司状態にしたらこのワイヤーを前に進めます。はい、でこのね最後のところまで巻いたらワイヤーを切りますね。それで最初に出てたこのワイヤーと最後のワイヤーをこう結びます。結ぶつも軽くこうねじるだけで大丈夫です。これがまあ後から作ってもいいんですけど、こういうふうにくるくるってやっておくとリースを引っ掛けるワイヤーになりますね。まあちょっとこうリースをぶら下げるワイヤーにもなります。でまあこれが土台になります。それでこの時に少しこう形をね丸く整えます。まあ整えですもこうやってやってやるだけで丸くなります。でこう出てるこう枝とかは少しこう切りましょう。枝ってこの茎の部分ですよ。ではここから始めていきます。これがベースになります。はい、ではこちらの土台にこのもみの木をね刺していきます。もみの木も枝をねこう払っておきましょう。でこちらのリースにこのもみの木を差し込んでいきます。でその時に実はこの杉の葉の方向がありますね。さっきこう杉の葉を同じ方向に向かってこうずっと入れてきました。その方向と逆らうようにこうごめんなさいね、逆らうようにこう入れていくとこうは入りづらいんです。これなので逆らわないように同じ方向に、同じ方向というか、杉の葉がこっちに向いていたら茎が同じ方向ですね。葉っぱを同じ方向にすると刺しにくいんで葉っぱは逆方向になりますように刺していきます。